遅かったわね。あそこが研究所の入り口。でも、中の様子がなんだか変なの。どういうこと？さっき、衛兵たちが研究者を護衛しながら慌ただしく出て行った。まるで、緊急避難してるみたいに。準備はいい？急いで研究所内を調べましょう。やっぱり誰かの悪巧みね。研究所のセキュリティシステムがハッキングされた。1時間後に自己消滅プログラムが強制的に実行される。だからあんなに慌てて避難したのね。ディスプレイの情報を見て。この謎の侵入者ってまさかセミール？わからない。タオは私たちをここに呼んで何をする気なのかしら。手当たり次第調べてみましょう。あんなに慌てて撤退したんだもの。きっと手がかりを残してるはずだわ。細かいところにも気をつけて。パソコンの画面、散乱する書類なんかにも意外な発見があるかも。開いた。警告はしたわ。今度は本気よ。チャンスはあげるわ。非常口のコンソールはこの中よ。二人とも自力で何とかしてみなさい。外でセキュリティコードを見つけたわ。数字を覚えてる？外でセキュリティコードを見つけたわ。数字を覚えて1103。セキュリティコードは1103よ。試しましょう。扉が開いたわ。急がないと。
をしたの？私も知りたいわ。奴らは一体何をしたの？魔王を倒してもお姫様は目を覚まさなかったなんて。ああ、なんて残酷な結末かしら。なんてざまなの？あの時の私と同じくらいかわいそう。あなたは一体何者なの？いい質問ね。誰だと思う？タオ？それともファファかしら？全部あなただったのね。ふざけてるの？ええ、そうよ。本物のシューマーはあのタンクの中で眠ってるわ。ね、今どんな気持ち？失望？それとも恐怖？それとも馬鹿にされて怒りと困惑が渦巻い、一体何がしたいの？何がしたいかですって？ずっと彼女を探してきたわ。顔を知っているし、答え。でも、あれは本当の彼女じゃない。彼らは私の友になりすまし、自分のものであるかのように振る舞っ。シューマ、つまり T-04 ね。これを探していたんでしょ？ T-04 のオリジナルデータよ。共に育った人が、こんなちっぽけなチップの中で生きているなんて、もう見たくないわ。あの姿で目の前に来られると気分が悪い。セミール、聞いて。彼女をハガードに渡すつもりはないわ。戻ったらドクター・ホアキンに伝えて。どんな結果でも私は受け入れるから。セミール！タオ姉に会いたいわ。ドクター・ホアキン、ごめんなさい。はあ、状況はわかりました。セミールと来たら全くふざけたことを。ふざけたこと？セミールはシューマーと一緒に。大丈夫、二人は無事です。 X7 研究所に急行した緊急処理部隊が現場の状況を知らせてきました。研究所は平穏そのものです。セミールは自己消滅プログラムを止め、部隊が到着する前に T-04 を連れて逃げたようです。未公開プロジェクトです。ハガード内部でのコードネームは X7、 化身計画とも呼ばれます。計画の目的はアバター技術をベースに対象者のアバターデータを定量化して、その他の個体に安全に適応することです。簡単に言うと、個体自身が意識を維持し影響を被らないという前提のもとで、他の個体の実際の形態を模倣するのです。でも技術の応用に入る前に、対象者のアバターデータをいかに分割し体と意識のデータを切り離すかという非常に重い技術的課題を克服せねばなりません。そのために我々は計11名の対象者を募り、被験者としました。 T-04 もその一人です。 T-04 の名はシューマー。そう、あの子のことは覚えています。強くて楽観的な子でした。奇病にさえかからなければ我々のところに来て苦労することもなかったのに。彼女は他の10名の被験者と共に初期の実証実験に参加しました。意識の剥離手術に最後まで耐え抜いたのは T-03 と T-04 の2名のみでした。
T-04 の状況は非常に複雑です。我々はアバター技術を使って彼女の身体データを入手し、特殊な編集手法を用いて病を治療しました。しかしデータを再融合しようとした時、アクシデントが発生したのです。両者の拒絶反応は凄まじく、我々は彼女の意識と身体のデータを別々に保存するしかありませんでした。 T-04 はそのために意識を喪失した状態から回復できなかったのです。セミールがこんな大騒動を引き起こす以前から、 X7 研究所は T-04 の最新の身体データをもとに仮想人格を作成し、再融合を進めてきました。それが成功すれば T-04 はまた目覚めるはずです。 T-04 との関係を思えば、あの子の気持ちも理解できます。ですが今回の件は、事実をそのまま本部に報告せねばなりません。本部が彼女を指名手配するのが彼女にとっては一番いいと思います。 T-0…私もこんなことは望んでいません。ですがセミールの今回の行動はあまりに度を超えています。この件はこれで一段落ですね。お疲れ様でした。また新たな展開があればご連絡します。Thank you.